ビターチャンネルのオンラインインタビュー、2021年になっておそらく4人目、4人目5人目の登場となります。えー、まずは、えー、お名前から菅和之さんです。よろしくお願いします。お願いします。今このこのインタビューの冒頭を見てる人は、あ、あの栃木 FC のという反応か。あ、<laughs> あ FC 岐阜にいた。 っていいいう反応がいろいろな反応応ががろろな多分あると思いますがえー、そうですねあの、正式には広島県竹原市出身なんですけど、そうですで、母親が広島の人なので、はい、で、そこで生まれて、はい、あの父親が造船業をやっていたので、その関係で今治のほうに行き、瀬戸内海っていうと、なんか造船っていう意味ですか、しまなみ海道の風景がすぐ私は浮かぶんですが。 あそうですねあの、父親の実家は、あのそのしまなみ海道の島なので。でも、小学生の頃はもう今治で育ってたって、はい、そ,ううそうですね、小学校からは今治ですね。子どもの頃はまだ、愛媛 FC も多分なかったですかなかったですね。なので、ではい、僕が中学年代ですかね、高校入る前とか、うん、まあ中学校って早く終わるじゃないですか、はい、選手権とかもないので。うん で中3の時はあは、今の FC まばりの前身の今 FC ってところにあの行かせていただいて、そ,ね、そこで社会人の方々と一緒にやってたので、うん、の FC まばりはなんか、ちょっと古巣みたいな感じという中学生の頃から大人に混ざってサッカーやってたんですね。<laughs> そうですね。まあ、レベルはすごく、あの、低かったと思いますけど、うん、あの、本当その時、四国リーグでトップを走ってたチームだったので、皆さんすごくいい人が多くて、あのかや、優しく可愛がってもらってましたね。うん、その当時の方々と話をする時もありますけど、はい、どはい。あのチームが FC 今治にって話はしますよね。まあ、入った当時に一番初めに感じたことは、まあ、正直ですけど、本当に、うん、 あのプロサッカー選手っていうものをずっと小さな頃から夢を見てきた中で、はい、あこんな感じなんだっていう、そのこんな感じっていうのが、うん、まあ正直、サラリーマンも含めて、うんあ、やっぱり厳しいんだなっていう感覚で、まずは J に入りましたね。はい、なのでこう、自分が試合に出て、うん、まあもう稼ぐんだっていう気持ちはすごく強かったっていう感じはありますね。僕の立場で言うと、拾っていただいた状況だったので。うん 金額のことに関しても何も言うつもりもなかったですし、もしかしたらですけど、現状の大学生とかも、今、じゃあ自分が本当にプロからオファー来た時にいくらお金もらえるんだとか、正直、そのシステムみたいなものも理解してない選手って、すごく多いと思うんですよ。ねほとんど理解してないで、ねオファー来た、やったっていう中で、提示された金額見て、ちょっとびっくりするみたいなことは多いと思うんですけど、それがもう現状の J リーグであって。 やっぱり昔のこう僕たちが小さな頃見てた華やかな J d ーー、はい、あの、昔はそういうね、いろいろ制度もなかったので、はい、一発目から大卒で何千万とかってあったと思うんですけど、はい、そういう状況では今ないので、はい、なんかそこの部分は当時、えー、なんだろう、理解して入ったけど、すごく悔しかったし、もっともらいたいなっていう気持ちもあったし、うん、まあなおかつこう、 すごくありがたい環境だったんですけど岐阜に入った時量が用意されてて、うん、その量もすごくこう、まあ、そこまでいい量じゃない、まあ、用意されてるだけすごく良かったんですけど、うん、本当にお金を稼いでしっかりまず自分で住めるような環境に行きたいなっていうふうには思ったのが初めの印象で,で、まあ、岐阜自体も、えー、JFL から上がった初年度だったので大卒の選手たちも何人か、うん、あの12月の終わり1月の頭ぐらいに加入っていう形だったので。 まあ僕たちのこう立ち位置もすごく下の方だったというか、まあ、J リーグの中でも一番下の選手だったので、その理解はありましたけどね。で,まあでも、まずはこうその目指してたピッチに立てるっていう権利をもらったことはすごく幸せでしたね。うん、まあ入った当時の1年目の時、まあ、僕を取っていただいた方がいまして、うんはい、でサンフレッチ広島の、まあ、総監督がやられてて、今西,今西さんに一番初めに 言っていただいた一言で僕のサッカー人生は全て変わったなと思ってますし、はい、よりいいものになったと思ってるので、うん、本当にあのサッカー選手である前にあの人として当たり前のことを当たり前にしなさいっていう一言が僕の人生を変えたのかなっていうふうに思ってますねはい、はい、まあそこは僕の性格なのかもしれないですけどこう少しこう真面目というか、うん、あのこれをこうやるって決めたらやり続けようっていう性格だったと思うのでなんかいいと思ったというか間違いないと思ったことに関しては あのやり続けてきました、はいまあ、きっかけはまずほん、まあ、普通にオファーを頂い,いたってところですね。はいはい、で、まあ、僕1年目の時からあのコンサートに試合には出させていただいた中でこう4年目ですかね最終年の時にこう少し出番が少なくなってきててうん、うん、でそんな中で、まあ、ポジションもサイドバックに変わったりとかいろいろ監督とも話しながらいろ、うんまあ、んなチャレンジをしていく中で。 まずいろいろ話をいただいた中で栃木から、うん、あのボランチとして来てほしいっていう話をいただいた時に、まあ、少し心が揺れた部分がありましてで、まあ、僕が岐阜時代に一緒にやってた先輩で高木和正さんの人がいてカズさんからまあちょこちょこと夏ぐらいから栃木が興味を持ってるよっていう話からあの、まあ、い,ただいてたんですけど僕の中ではその今西さんの出会いと岐阜への思いがすごく強かったので。うんうんうん まずあの、まあ、悩んでるんだったら今井さんのところに行こうとオファーいただいた後に、うん、で今井さんのところへ話しに行って高校、まあ、こうこうこうで悩んでますとで今井さんがあの僕を必要としてくれるのであれば、うん、まあ当時経営もすごく厳しかったんですけど、うん、僕が拾っていただいた恩もあったので、うん、あの原稿でもいいしどんな状況でもあの 残し僕と一緒にやりたいと思ってくれるならば残りますっていう話で、うん、う今井さんのところに話しに行ったところ、うん、あのもう今井さんには素直に移籍しなさいって言ってくれたのでそこにはもうあのいらないとかっていう思いはもしかしたらあったかもしれないですけど <laughs> 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 でもあの当時の監督の松田裕さんが、はい、今井さんの教え子で、うん、あの松田の下に行けばお前のサッカー人生5年伸びるから、うん、あのそこに行ってまず。 あのしっかりジェレルように頑張りなさいってあのお前のことを考えたら出た方がいいって言っていただいたんであの、まあ、僕は本当にその時涙流しながらあの頑張ってきますっていうことでその時にも伊跡さえ気でもやんなきゃ気合い入やんなきゃなっていう,、うん、こう背中を押していただいたので本当にあ,、はい、あの人がいなかった僕のサッカー人生は始まってないので、はい、僕もその 話をあのずっとこう自分の中の胸にしまいながら、うん、サッカー人生を進んでいく中であのこれは僕がどうこうとかじゃなくて今西さんが本当に素晴らしいことだと思うんですけど過去に他にもたくさんそういうふうに背中を押していただいた方が多いっていう話は聞い,ていやもうたくさん今西さんに恩師だっていう人のエピソードをね、はい、っかれだしてますよね。はい あの高木拓哉さんとか森谷一さんとかもこう、はい、サンフレッチェでは、はい、あの年俸を払えないっていう言い方おかしいですけどこう、うん、いろんな状況の中であの出なさいって言っていただいた方はすごく多いって話をあの、まあ、今井さんのこうードを書いた本を作られた方木村さんってジャーナリストの方がいるんですけどその方からその話はあの人からも聞いたしこの人からも聞いたみたいな話をされた時にあ僕は本当にこの人と出会えてよかったなって改めて。 今井さんのことは本当にすごく思いました、まあ、環境の違いどうこうは岐阜に行けときは、まあ、岐阜の当然環境が、ねうん、いい悪いとかってありましたけど、はい、あんま僕そういうこう比べることは気にし,なしてなくてあ、はい、まあ当然ちょっとは環境良くなったかなと思いますけど、うん、あ,のあんまそういうところよりもこう栃木のなんだろうな選手の個々のレベルっていうのはやっぱり高いなっていうふうには感じましたし。うん 当然 J1 をあの目指してるっていうことで僕も、うん、あの行こうと思いましたから、うん、一つは、うん、外国人選手もやっぱりパワーある外国人選手いましたし、うん、あのパウリーニョとか、はい、サ,ビアサビアとかあとは、まあ、2013年だとクリスティアーノが来たりとか、はい、今の鳥栖のキャプテンのエドワールドが来たりとか、はいろいろ外人が、まあ、パワーあるなっていう印象は。 当時ありましたし、本当に上で目指せるんじゃないかっていう環境ではあったと思いますね。まあ、印象に残ってるゲームっていうのはいっぱいありますし、あの、サッカー選手って意外と覚えてるもんで、はい、言われたら、あこれか一つなかって、なんですけど、一番まあ僕が嬉しかったというか、幸せだなと思ったのは、本当に引退した時の試合、一番最後の2020年の、自分はピッチ立ってないですけど、あの、最終戦で、あの、 ピッチレベルからスタンドを見た時のお客さんの顔を見た時に、あ、本当にここでサッカー選手やれてよかったなと思えたのが一番幸せなことでしたね。うん、本当に報われたというか、うんあ、サッカーやってきてよかったなと思わせてもらえた、はい、あの光景でしたね。うんまあ満足は言ったか言ってないかで言うと、うん、まあ正直わからないですけど、うん、まあ性格上、こう、あまり後ろを見ない人間なので、うん、あの まあ良かったなというか、ここで終われて良かったなというのと同時に、うん、自分の中ではもうあの綺麗に辞めたいっていう思いがすごく若い時からあったので、うんあの、皆さんに見送られながらというか、うん、あのお疲れ様って言ってもらいながら、あの栃木で辞めることが僕にとって一番綺麗な形だなと思ってたので、まあ、それができて良かったなっていうふうに思ってますね、まあ。これも母親からずっと言われてたんですよ。うんはい、若い時代から今、<の>そうも考えてたっていうのもね。 は,い、引き,だけはき,きれいにやめなさいってことは言われてて、じゃないと、かっこ悪いじゃないですけど、うん、あの僕の中ではそこはすごくこだわってたところで、数々いろんな選手を見ていく中でも、やっぱりそうなんだろうなっていうあの、長く続けられる方はそれで、その方の自分の信念があるからいい,、うん、いいんで、僕の信念の中ではきれいにやめる。 で自分で皆さんに挨拶感謝を伝えてやめるってことはあの、自分にとって一番幸せなことだったのかなと思ってますあのその時をの感じた感情で言うと、うんあ、サッカーってこういう世の中に必要なのかなみたいなのは、少し考えさせられたことはありましたけど、うん、でもなんかもう、やるべきことって、うん、もう目の前のことをあのその状況でやるしかないっていう感覚でもあったので、うんうん、あんまりこう気にしてはいなかったですけどね、正直。 でもそういう危機感みたいなものがりありましたよ、こ,うあこのままこういうのが続いてしまったらサッカーっていらないって言われちゃうのかなとか、うん、まあ一番こうね生活の中で、一番初めにこういらないって言われるのは娯楽の部分だなと思ってたので、うん、まあサッカーっていうとね、やっぱりそういう部分ありますから、あま、はい、あのそもそも僕自身が、サッカー選手がサッカーだけやっときゃいいっていう考えではなかったので、うん。はい あのそういうういい選手たたちが増えたなっていう感覚はありますよねその時期に気づいた選手というか SNS、うん、のハチも多くなったし、うん、なんかいろいろなことにチャレンジをするサッカー以外のことにチャレンジをするサッカー選手が増えたなっていう感覚はありましたね。周りの環境が強制的に変わったことで、うん、えっと今までサッカー選手がサッカー以外のことをしてた時に、うん、ある種言われてた批判みたいなものが、はい、あのなくなったなっていう感覚はちょっとあって。なるほど <laughs> なるほど。あのまあ、サッカー選手がサッカーだけやっとけよっていうある種一定。そういうのもありますよね。一定数いるこう、その批判みたいな、本当に、本当にちょっとの部分の批判って。少ないですけど。はい。少ないですけど、取り上げられ少ないけど、おお、大きな声に聞こえちゃったりする。けど、やっぱりコロナ、コロナ禍で。 あの、サッカー選手を見れないっていう方々の、サッカー選手が発信することの喜びみたいなものはそれに打ち勝ったというか、な,るほどなんかサッカー選手が発信することを、なんかもっとやってよみたいな環境になったことが良かったのかなっていうふうにを感じてますで。まず一番初めは、岐阜に入った時の1年目の時に、あ、岐阜からはい。はい。えっと、まあサッカー選手として入って、うん、で、まず、 なんか地域貢献活動というものに対して岐阜はすごく取り組んでて、はい、年間で何百回も行っててそこに選手がいろんなイベントに行ってたんですよね。はい、で、まあ、当時、こう両立をすることもすごくしんどかったし、うん、僕は2009年のときなんかは、ね、年間50何試合リーグ戦があって、うん、天皇杯があってって中ですごく <laughs> すまあタイトのスケジュールの中でそういういこともやって水て曜と土日の連戦ですもんね <laughs> 52試合って。はい <laughs> でみんなでこう駅前に行って、その前は、はい、あのチラシ配りして、本部戦来てくださいって、選手がやってたんですよね、はいで。僕はそういうことが当たり前だと思ってたし、うん、あの自分たちの試合を見に来てくださいって、自分たち言うのも当たり前だと思ってたから、うんまあ、そういうことをやってたんですけど、うん、なんかその時の経験ってものは、すごく僕にとって大きくて、うん、やっぱり自分を知ってもらうとか、応援してもらわないと、うん、やっぱりサッカークラブって回っていかないとかっていうのも理解したし。うんうんはい でその中で栃木に席をしてきて、うんでまあ、いろんなこうつながりとか、いろんな提案いただきながら、ああ僕、やります、やりますって形でやってきただけで、別に僕が何かあ自分から積極的に売り込むというよりは、こういう話来てるんだけど、やるってなった時に、うん、はい、はいみたいな、じゃあやりますよそうですね、初めはそれだったと思います。 まあそういうことをやっていけば、どん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 いろんなことってくるし。そうですね。はい。まあ、はじめっていうか、まあそんな感じですね。僕自身は。はい。周りに助けられて生きてきてます。まあ、はじめの第1回目の放送も、もしね、<laughs> 聞けることがあれば聞いていただきたいですけど、めちゃくちゃひどいです。はい、<laughs> はい。まあでも、あの、話すのが好きっていうよりも、人に興味がある人間なので、うん、こう、一緒に、 話すゲストとかチームメイトが基本ゲスト来てもらうんですけどラジオ局の方と話をしてて、まあ、僕を選んでいただいたって僕に声が聞いて頂いた,だいたゲあの理由が、うん、まあいろんな選手を話せるよねってところがまず、うん、一番初めてそんな中でこう、まあ、経験を積んでいくことができて、うん、こう少しずつでも喋りもできるようになってきましたけどうん、うん、初めなんか全然ダメだったしラジオの当たり前を僕は知らなかったので。はい なんだろうな普通にオフサイドはねとかって言っちゃったら、ディレクターに、<laughs> いや、オフサイド知らない人いるから説明してとか、そういうことばっかりこう言われると、はいはい、なんかいろんなことをちゃんと理解してもらえるように、はい、初めての人でも理解できるように話していかなきゃいけないなってことを教えてもらったのが、はい、マラジオで一番良かったことかなって。もう、あの、ディレクターに呼ばれる前に、うん、ゲストの選手の話してる内容をもう自分が説明しちゃうみたいな。<laughs> はい。だから、なんか、あの、<laughs> チームメイトの名前をあだ名で言っちゃった時に、うん、まあ、なんだろう、うちのチームで言うと、まあ、元のチームで言うと、じゃ、はい、今の栃木の10番の森俊樹君っていう選手がいて、俊樹、はいはい、がねって言ったとしても、俊樹、はい、って知らないじゃないですか、はいはい、みんな。だからああ、背番号10の森選手ねとかって、こう、さーっと言えるようになったりとか。そういうのは、なんか、ああ、ラジオっぽいなと思う、自分でも,、ええも。もう完全に脳みそがもうあれで、<laughs> あの、話を回せる、 MC の,もうその基本をもう完全に脳みそが入り込んでると、ね、いうふうにはなっちゃって、ね、素晴らしいです、素晴らしいです。はい、いわゆるマイクがおふってるとかだからか特に途中下車に入団したばっかの選手なんて、はい、スタジオに入るだけでこうち,ょっとちょっと上がるとかテンパるとかあるから。 喋んないときは花粉下げろよとか、あるわけですよ。<ー>そういうやつですよね。ラジオ局の人ですかみたいな感じの,あの立ち振る舞いできるってことですよね。はいはい、ちょっと今エーあ、エコ、エコちょっとかけてもらっていいですかみたいな。<laughs> いいです途中、7年ぐらいやったんですけど、うん、あの、いつだったっけな、5年目か6年目ぐらいで、5年目ぐらいかな。あの自分の試合出場数超えたときあった。<laughs> その回ぐらいからあ俺はどっちが本業なんだろうなみたいな。<laughs> どっちが本業なんだっていうねそうそうそう。それはすごくす笑います。なんか笑えるエピソードですそ今のは、はい。トータル60回以上超えちゃったんでね。<laughs> 360何回で。それをもう簡単にトレーニングとしてできるのであれば、できる方法は取材だと思うんですよね。うん、うん、取材。 今週どういう準備し,、はいはい、してきましたかとか次のゲームに向けてどうですかって時に、はい、なんかもうありきたいのことをしが言わない選手ってすごく多くてももうう大体テンプレの選手多いですねもうそういう選手とかを、まあ、見ちゃってるとやっぱな、うん、なんだろうな単純に面白くねえなと思っちゃう自分がいて <laughs> 聞いてて聞いて何てで、ね、い,てていつも同じこと言ってんだよとかってちゃちゃ言えちゃうんですけど。<laughs> はい なんか結局でもそうじゃないですか。そうですよ。<や>そうなんです。みんな聞きたいのはここじゃなくて。そうなんです。で、なんか、なんだろうな。言えること言えないことって当然サッカー界あるので。はい、もちろんあります。メンバーのことも言えないし。はい、でも、言えることの中で何を聞きたいのかっていうのを考えて伝えなきゃいけないから、なんか、そこにね、サッカーと関係ないことでもちょっと入れたりとか。はい。本当全然ね、なんか、なんかそれがこう記者からすると、なんか PS メモ的なやつで、 はい、こうちょっと記事になるじゃないですか。そうです、ねはいうん、なんかそういうことをやっていかないとまあ思んないやろうなっていうのはずっと思ってましたね。はいはい、だからアウトプットさその頭が整理されるんですよね話してちゃんと自分のことを記者の人に伝えなきゃいけない分かりやすくしなきゃいけないってなった時には、はい、頭が整理されて改めてああ俺ってこういうことを考えてたんだなと思うことだけで多分成長になるから。そうですね そういうこともちゃんと考えてやらないといけないなとはつ常に思ってましたね。こう、戦術面とかも含めて、はい、なんか監督が理解してないと、はい、監督の言うことを理解してないとまず喋れないし、そうですね。はい。なんかその、じゃあゲーム終わった後に、まあインタビューで、でまあありきたよなんか今週練習してきたことを、うん、あの、ピッチで表現できてよかったです、つって、ね、<laughs> じゃあ何やってきたんですかとか、<laughs> うん、どういうことを意識しましたかっていう時に言えなかったら、ね、はい、言えない選手って多分、 多分考えてない選手だなそもそもだうそそももちゃんと考えてアウトプットできる選手はいろいろこう、まあ、ピッチの上でも考えてるんだろうなっていうのはこう、まあ、今言われて気づきますよね。うん、僕たちがこう2008年に入った時とかは、うん、まあブログぐらいしかなくて、うん、なんか少しツイッターが出てき始めたりフェイスブックがとかっていう流れだったのでこう発信する媒体っていうものがあんまなかったんですけど。うんはい 今はもう当たり前のように SNS が、ねはい、みんな使えて自分のアカウントを持っててっていう中でサッカー選手ってかなりの確率で公認マークつくんですよね。うん、<laughs> あれも相当でかいなと思っててそういうことを自分のこう価値というか資産にしながら、はい、こうできるだけこう応援してもらえる人を巻き込んでいくっていうか、まあ、そういう感覚を持った方がいいですよね。それっっててサッカー辞めた後でも間違いななく自分にとっての大きな 武器になるはずだから、はい、そういうふうにこうあまりこう現役と現役やめた後とかっていうのを切り離さずに一、うんうん、つの、まあ、人生の一つとして捉えながら進んでいくことが、はい、まあ今のサッカー選手にとってもすごく大事なのかなっていうふうに思てます上手いだけだったら僕1年でクビになってますので <laughs> <laughs> もうそこだけは間違いなく言えますそこに自分の中でこう価値を自分には何があるんだろうとか常に考え続けてきましたし そういうことをなんかまあ、セルジュエチゴさんと前話してたときに、はい、まあすごくこう印象的な言葉を教えていただいて、はい、年俸っていうのは、借金なんだかんねって言われたときに、うん、ああ、すげえ納得して、うんうん、なんか僕が、まあ、若いとき感じてたのは、年俸っていうのはご褒美じゃないですけど、うん、昨年度の、まあ、自分の実績とかいろんなものを含めて、来年いただける、うん、まあ評価だなと思ったけど、そうやって逆の発想で言うと、 クラブからすると、うん、昨年度の分ぐらい働かないと、うん、この金額出してる意味ないからねみたいなことじゃないですか。うん、だから試合、試合数もそうだし、得点も昨年以上の成績を出さないと当然上がらないし、うんうん、それ以下の、まあ、じゃあ、語りともう50%、死が出れなかった、得点も50%、半分しか取れなかったよってなったら、うん、1000万の提示された選手は500万の価値しか見出させなかったから。うんうんうん だったら負債として借金をクラブに持たせたことになるから、ねうん、だったらその仮に怪我でそれができなかった場合だと、うん、その50%をどこで埋めるんだってなったら、うん、イベントなり一致外の活動で埋めるしかないんですねねそうです,、ねうんうですね、だからそのトータル自分の年俸ってものをやっぱりどういうふうに出てきててどういうふうにクラブは評価してっていうのも理解しないとサッカー選手としてはやっぱりこうなかなか価値を生み出せないのかなっていうふうに。 もうトップトップの選手は別にいいんですよね、プレーで。トップの選手はもう。稼ぎ続けりゃいいんですけど、ロシアワールドカップ出て、はい。そうじゃないところですよね。主にカテゴリー的にと、やっぱり J2 とか J3 っていうところにね。はい。でも J1 の選手も、ね。はい意味を持ってる選手、そういうのを感じる選手多いと思いますし、なんか自然と J1 の選手だと、その、なんだよな。 ピッチで結果出したことにすごく価値を価値が出てきてるるというか、なんていうんですかね、もうそれで価値になってきちゃってるけど、やっぱりカテゴリーが下の選手は、もしくはね、いろんな選手、それ考えた方がいいと思いますよ、僕は。変わってないと思いますけどね、僕の中では。若いとはもみんなと仲良くというか、みんなとコミュニケーションを取れるタイプでしたし、そういうのがあったからこそラジオの仕事ももらえたと思いますし、2012年ぐらいからかな。 だから、まあ、別にやるべきことは変わってないかなとは思いますし、あのやってきたことも意識してきたこともそこまで変わってないかな変わったのは、おそらく年齢が変わっただけで僕の、うん、そ,のそこでの立ち位置が変わっただけで、うん、周りの印象が変わっただけじゃないかなと思います。うんうん、自分は,僕自身は、うん、若い時でも出れなくてもやり続けてたし、声もかけ続けたし、出てなくて いときでもピッチームのために貢献しようと思い続けてきたけど、うんうん、それがじゃあ22歳の選手がそれをやるのと、うん、35歳の選手がそれをやるのだと、周りが勝手に,、ね、勝手に感じることが違うだけで、僕、全然変わってないと思います。<laughs> まあ先日こう、移、ま、籍、あ、をした選手と、その選手がちょっとまあその移籍先でもがいてて、いろんな話している中で、うんはい、なんか言われたんですよね、もう、カンちゃん、すごいですねと。うん、まあ去年 あやってずっとやり続けてきたことがすごいよねって言われたときに、うん、僕自身何もすごくないんですよ、誰でもできるから、うん、やり続けられることなんか誰でもできるじゃないですか。うん、で、何がこう、僕はそうやって去年、キャプテンをやらせてもらって、うん、えすごく皆さんからそうやって言ってもらえるんだろうなと思ったときにやっぱりさっきの言ったみたいに僕が置かれてる状況が変わってるだけで、うん、僕は去年1試合しか出てないんですよ、それもう5分しか出てないんですよね。うんうん でも、やるべきことは変わらず、うん、40試合出たときと一緒のことを意識をして,てやってただけで、周りが変わってるだけで、でうん、周りがただ出てないのにやり続ける、すごいって言われるだけで、うん、俺は変わってないから、すごい違和感。違和感ですね、それは、ね。違和感なんですよね。なんで俺で自分にとってのルーティーンをやってるだけだろうっていうことですそう,そう。昔からじゃあ、もっと言ってくれよとか思いますけど <laughs> <laughs>、ね、今更評価すんだみたいな。<laughs> <laughs> い 入った経緯っていうか、はい、あの、ま、呼んで、あの、誘っていただいた経緯は、うん、あの、当時、えー、現会長が高橋玲人くんなんですけど、はい、その前の会長が佐藤久人さんで、佐藤さん。久、は、人、い、さんの時に、まあ、あの、まあ、サンフレッチュが JF2 で、うん、こう、アオーズとか含めて、まあ、J2 の、こう、待遇っていうんですかね、うん、がすごく悪いなっていうふうに、んえー、やっぱりその立場に行かれた時に感じてて、 で、やっぱこう、J1 だけの、うん、まあ理事構成ではダメだということで、うん、あーまあ J2 所属の。逆に言うとそこの時代まで J1 のプレイヤーしか理事にいなかったという意味なんですね。2000ね、あの、会長が、2006年だと、中山さんとか、はいはい、秋田豊さん、はい、宮本さん、鈴木恵太さん、石川直さんとか、秋葉さんとか、はいはい、水戸の監督が、<laughs> はい、はい、そうですね。で、いう形で、なんか、 僕が入る直前もそこまでなんていうんですかね、まあ、カブリーグの選手はいなくて、その時の2011年が、ト谷さん、石川奈央さん、はい、鈴木啓太さん、川島英二さん、佐藤久さん、山口圭さん、バンドさん、で大谷レ,レースの大谷さんとか、小宮山さんとか、はいはい、っていう形だったのでこう、その次の年に僕入ったんですけど、はいはい、その時にこにそういう危機感みたいなもので呼んでいただいたっていうことはありました。 選手権の中にはね、本当にいろんな選手が多いですし、うんあの、いろんなカテゴリー、いろんな立場の選手が多い中で、うん、まあ上の選手には、僕の気持ちは僕は分からないです。うん、でも逆も一緒で、やっぱり上でトップでやられている選手たちはこう、うん、下の選手の課題感ってものに気づきづらいので、うん、そういうののこう意見交換みたいなのはしっかりしながら、こういうふうに感じてますよとか。 こういう風な感じでしたよとか、実際にね、あの、カーブリーグの選手たちにこう、うん、会長が話を聞きに行ったとしても、うん、なかなか、なんだろうな、意見、本音出にくいところを、僕もこういう風に思ってて、こういう風な課題があったんですけど、どうですかっていう聞き方をすれば、やっぱり意見って出やすいと思うので、うんうん、そういう形ではこう自分の立場を理解して頑張ろうと思ってました。まあ、立場を理解して、うんうん、はい、やらなきゃいけないなっていうことは、うんうん、はい、 であとは、何のための組織なんだっ,て言ったらね、サッカー選手の地位向上とか、うんはい、社会貢献みたいなところを、まあ、一番大事にしている、えーまあ、組織なので、はい、そのために僕はできることを考えてやってました。<laughs> 会長がいて、で理事、副会長がいて、幹事がいてで、その下には全クラブの支部長さんがいて、でそのまあ、57クラブある中での支部長さんが57人いて、で今そこにまあ各チームの選手たちがいてっていう形で、うん 何かあれば支部長さんに話を振って意見を集めていただいて、うんまあ、ある程度のこう意見をもらいながらそれを理事たちで話をして、うん、でっていう形を作っていたので、うん、こう当然こう、ね、いろんなことを感じる選手ってもう様々ですから、うんすね、でもやっぱりど何がいいんだろうって考えた時には、うん、やっぱりちゃんとしたこう手順を踏みながら、うんえー、意見を吸い上げて決めていくって形をとってましたしあとはあの事務局の方々含めて。 まあ、いろんなこうサポートもしてくださったし、なので、組織としてあのしっかりしていたので、しっかりしている組織なので、僕自身はそこのみんなで決めてるっていう感覚はしっかりありましたけどね、けど選手会ってあの一般社団と労働組合で2つに分かれてて、一般社団の方だとトライアウトとか、はいはい、トライアウトでも皆さん、それはもう皆さんのあの、ね、J リーグでや,るやってるわけじゃないですからね、はい、あの選手会の皆さん、選手会の。 そうですね。とか、あとは、えっ、ー、と、リフレッシュ研修会とか、うんうん、指導者のこととか、うん、あとは地域貢献活動とか、うん、その一般社団でやってて、うん、労使協議会だと、さまざまな問題が起きた中で、ああ、じゃ労働組合だと、さまざまないろんな問題を抱えているのをこう意見吸い上げて、特に、まあ、やったいとか。た契約のこととかっていう方ですよね、こっちの。あとは待遇とか、待遇とかかそうですね。 はい、で、あとは J リーグと JFA と3社でしっかり平等な立場で会議をしたいとか、で,すよね、での月に1回とか、みんな、あの、理事たちが集まって、J リーグの方と話すと。どうなんでしょうね。これって、はい、知ってもらった方がいいんですかね。まあ、外に出せるような内容もね、もあれですからね。はい。いね、出せること、出せないことってのはやっぱ多々あって、いい加減な組織じゃなくて、結構真剣にちゃんと。 話してるんだよっていうことぐらいはもっとこう知ってほしいなと私も思ったっていう意味なんですよね。はい。ありがとうございます。そうですね。あの本当に理事の方々ももう支部長さんも含めて皆さん、はい、こう結構大変な中でいろいろやってくださってるので、はい、それはまあ本当にね素晴らしいことじゃないかなって僕自身は思ってますよね。辞めた後からも今三ヶ月ぐらい経ちましたけど、うん、まあサッカーとの関わりにで言えば。 あのまずプレイヤーっていうか、そのアスリートとして、まあ、サッカーをやりたいとかっていう思いは全くなくて、うん、もう3ヶ月でこうランニングした時間が1時間半ぐらいで、ほんと3ヶ月流れですね。<laughs> うん、自転車こいだのが何分かぐらいのレベルで、うん、もう一切動きたいとも思わないし、それ以外に楽しいこといっぱいしたいなっていう思いがすご,すごく強くて、で、まあ、今の感情で言うと、まあ、僕はサッカーしないんだろうなっていうふうに思ってます。うん うん、草サッカーもしないと思うし、はい、ありがたいことにこう、ね、いろいろとお話しいただいたこともありましたけど、ねうん、まあ全くサッカー自体の現場には立たないのかなっていわゆるピッチ,の,ピッチの上のっていう意味でのサッカーですよね。はい、そうですね、でまあ、ピッチ以外の部分でのサッカーとの関わりは今持ち続けながら、お仕事は、うん、えっとやってます。 何もこう、サッカー以外のことを、社会としにの関わりの中で、うんうん、サッカーを切り離して関わったことはなかったので、うん、まず自分の中で一つのチャレンジとして、この3ヶ月間で、えー、っと、もう普通に、あの、何て言うんですかね、インターネットから探して、うんえー 転職サイトに登録して <laughs> あの普通に就活とかいろいろやりましたよ <laughs> そういう中でこう本当にありがたい話をいただいてきましたし、うん、なんかあの自分では何もそのサッカーのことを書かずにエントリーしてるけど、うん、やっぱり一発目にこう「お疲れ様でした」って言っていただけることをすごく<ー>ま幸せに感じる、うん、まあ就職活動みたいなものもできて、うん、でそういうのも経験しながらやっぱりサッカー選手として、まあ、十何年間サッカープレーヤーをやってきた中で。 やっぱり社会に出て、うん、一,こう一社会人としたときに、うんはい、本当に価値低いんだなって素直に思いましたし、感じました、もう素直に感じました、うん、それは対企業さんがどうこうっていう問題じゃなくて、うん、やっぱりやっぱもう一般社会ではそういうふうなものなんだなっていうふうには理解したし、うん、だからこそこう、すごく、なんだろうな、うん、悔しい、一アスリートとして悔しい部分もあったし。うん うん、なんか、まあ、評価してくださることもたくさんあった中での、うん、なんか悔しさみたいなものがあって、うん、まあこれからそれをどう伝えていこうかなとか、うん、どういうふうにこう自分が、えー、これからサッカー界から離れていく若い選手たちとか、うん、あの後輩たちにどう伝えたらいいのかっていうのを、うん、やっぱり考えさせられるきっかけにもなったし、なるほど、うん、でそんな中で自分はこう今、自分らしく生きるためにどうしようとか。うん、あの どういうういい風に生きていこうってこっ考える中ではあのまあ一企業さんに入って何かをするっていう選択肢もあったんですけど、うん、そうじゃなく、うん、まあ自分で事業を起こしながら、うん、こう自分らしく生きていく方法を、うん、まあ今模索している段階で、まあ、ある程度形にもなってきたしこれからたくさんの方のご協力のもといろんな人を巻き込んで事業としてやっていきたいなっていうふうに思ってますね。はい まず一発目カフェでも作ってますから <laughs> カフェでもねカフェちょっといろいろやってますから構想中なんですか今、はい、も,もう結構具体的に進んでるんですねそうですねこれもなんかまあうちのうちというかあの家族のあれもあるんですけど、うんまあ、もうあの箱はできてるのでそれをどういうふうにこう皆さんに知ってもらおうかなとかどういうあの、まあ、カフェ喫茶店にしていこうかなみたいなところとか。 面白い形ができたらいいな、ちょっとそうですよね。うん。なんか、はい。皆さんが、こう、何か意見をくれたところを、まあ、僕が、こう、なんか、それを取り入れたりとか、うんうん、なんか、いろんなアドバイスいただきながらやりても面白いかなと思ったり、それで、えー、自分もそうだし、たくさんの方が、笑顔になってもらいたいなっていうふうに思ってます。はい、うん。うん、あの、一つ違うのが、うんうん、勝ち負けに左右されなくなったってことですね。<laughs> そうですね。<laughs> <laughs> あのー、本当に、 勝つか負けるかの世界に生きていく中で、はい、本当にその結果以下でいろんなことが制限されてきた生活をしてきたので、今それがなくなった中で、あの、なんだろうな、はい、みんなが幸せになれる方法を、そうですね、両方とも価値を見つけれる方法をどうにか探していきたいなと思うし、僕自身もそれによって幸せになりたいし、いろんな人と幸せに生きていきたいなと思って、自分はこういうふうに進んでいく道で、うん、あの後輩たちに、うん、あの何かこう、 こういうこともできるんだなとか、こういう道もあるんだなっていうことは知ってもらいたいなと思っているので、はい、頑張っていかなきゃいけないなと思ってますね。これからのご活躍期待していままます。す。す。ありりがとうございます頑張ります